い、グムソ、あ、来てきてと思います。今日はですね、ついにみんなも大好きな人気マップ、エクステンクションとラグナロクのリリースのタイミングがついに衛星でも分かってきたぞというのが海外でもですね、ざわついておりますので、そこら辺をまとめてですね、みんなと共有していきたいなと思っております。という感じで本日も目次いってみましょう。1つ目、エクステンクションとラグナロク。2つ目、新マップの行方。で、最後にまとめという形でやっていきたいと思います。で、まず1つ目に、エクストラグナという形、エクステンクションとラグナロク、非常に ASE の旧アークワンの頃ね、人気だったマップなんですが、まあ、あの片方のエクスティンクションはストーリーマップ の、まあ、あの最初のシーズンパスの最後 あのマップで、あとラグナロクはですね、かなりあのみんなから人気のあるマップで、まあ、かなり根強い人気がずっと ASE あったっていう感じ、まあ、グリフォンがいるマップかな、広くてっていう感じですね。ワイバーンもいてっていうところかな。で、そのマップが出るぞというのが、まあ、海外でいろいろ噂されていて、まあ、あの大筋こんな感じだろうっていうのは分かってきていて、ただそこで、まあ、ドリーがまたツイッターとか、まあ、公式ディスコードとかで、まあ、あの言ってることがなんかちょっとおかしいぞみたいな、あれじゃあこうなると日程ずれないみたいな話の、まあ、相変わらずドリーがですね、若干あのフェイクを言っている可能性もあるのでそんな感じでですね、ちょっと新マップの行方という形で今の情報をまとめて、今こうだよっていうところをみんなとね共有していきたいと思います。で、まず一つ目に、新マップの、リリースのタイミング、結論から言うと今のところおそらくなんですけど、スネイルゲームスの決算発表で言われていた内容から察するに、3ヶ月ごとに、新マップをリリースするようなスパンに今後なっていくだろうという話が出ています。で、アベレーションが、まあ、今回ね、今動画をね出している9月に出てます、9月の上旬に出てます。なのでそこを考えると、まあ、10、11、12と、まあ、12月にラグナロクが次は出るのかなと。まあ今までさ、なんていうの、カスタムマップ、ストーリーマップの順でこう交互に来たじゃん。なのでそうなるのかなと。で、そうなってくると、まあ、12月に、出てきまして、ラグナロクが。で、次はですね、じゃあ12月から始まって1、2、3月2025年の3月にエクスティンクションが出るんじゃないのかなという風な形にはなってくるので、まあ、そういった流れに今後なってくるんじゃないのかなという風なところで、まあ、今のところ、まあ、予想されている方が多いというか、僕もそうなんじゃないかなという風には思ったりしていますっていうところですね。で、そこからアベレーションの後ろに来るマップはラグナロクかエクスティンクションか、この2択はまあ間違いないと思います。っていうのも、なんていうかな、ASE の頃の、順序で言うと、まあ、スコーチドアースの後にあれなんですよね、ラグナロクが来てアベレーションだったんですけど、まあ、センターが入ったからそこに。なので、まあ、一応、そういうちょっと ASE からの順序は崩れたものの、おおむね ASE からの順序は変わらんだろうというのが基本的な流れなので、そうなってくると、じゃあまあ次に出てくるのは、今一番出てない中で古いマップはラグナロクなんで、カスタムマップは、まあ、次はストーリーマップ、アベレーションの次なんで、カスタムマップ一番現状古い出てないやつはラグナロク、じゃあラグナロクだろうというような、まあ、考え方になるよねっていうところで、さらにもう一個はボブズテイルの、ボブズテイルっていうのは有料 DLC ねのですね、ページがあるんですけど、そこのページが実はいつの間にか更新されてて、でそこに情報も載ってます。なのでこれ、ボブズテイル の PC のね、クロームで見ている PC のスチームのボブズテイル の商品画面なんだけど、まあ、下の方に行くと、まあ、とりあえずいろいろ書いてあるんだけど、ポイントはずっと一番下の方のこれ、ウエストランド戦争っていうことなんだよね。これウエストランド戦争ってなんかっていうと、これはエクスティンクションのボブズテイルのテーマです。例えばさ、ボブズテイルってさ、3つ一応さ、スコーチドアース、アベレーションで、あとはエクスティンクションっていう、この3つのところに何ていうの、各世界観の違うテーマのものを置いてるじゃん。例えば、まあ、このスコーチドアースだったらこのウエスタンな感じとかで、あとはアベレーションだったらこのスチームパンクみたいな感じみたいな。で、次のエクスティンクションなんだけど、これストーリーマップにしか紐づかないから、次のエクスティンクションはこのウエストランド戦争ですよみたいな。で、まあなんかそのマッドマックスみたいな感じになりますよっていうところなんですよ。で、これのリリースのタイミング、2025年の第一四半期ですって言われてるんだよね。
なのであ、まあ、書いてる普通にあの商品ページに。なのでこれいつかっていうと、第一四半期っていうのは1年間を4つに分割したあの一番最初の部分なんで、 1、2、3月のことです。なので2025年の1月、2月、3月のどっかに出るっていうところであの書いてあります。っていうことは基本的にさ、今までボブズテイルってさ、あのアベレーションもスコーチダースもマップと一緒に出たじゃん。ということはエクスティンクションは、まあ、あの2025年の 1、2、3月に出る可能性が非常に高いと。っていうことはさっきの、まあ、ひもづいた3ヶ月スパンで出します。12月にちょうどラグナルクが出たら、次の3ヶ月後はちょうど2025年の3月第一四半期です。まあ辻褄が合うよねっていうところなので、おそらく今後の流れとしてはそれをまとめると、まあ、あのラグナルクが次は12月にリリースされて、で翌年25年の、 あの3月にエクスティンクションが出るんじゃないのかなという風な形にはなっております。なので、まあ、そういった、まあ、今の現状としてはなんていうかな、おおよその、形にはなってきている。で、まあ、あのいろいろ根拠が、まあ、あのちゃんとなんていうの、スネイル の、 なんていうの、出してるリリースの、 あの情報であったり、あとは普通に商品ページで普通に直にあの記載されているところだから。で、まあ、あのやっぱり基本的には DLC とマップがなんていうの、リリース日がずれて出ることはおそらくないと思う。スコーチドアースもアベレーションもちゃんと足並み揃えて出してきたし、でこの話は当初アベレーションが出るときに、アベレーションのボブズテイルのページの、話がなんかちょっとずれてたんだよね。アベレーションのリリース日と違うタイミング書いてあって、なんか別の動画で何回かこれアベレーションのボブズテイル、もしかしたらタイミングがずれて出るかもしれないねって話が懸念点としてあるよねって話をしてたんだけど、結局ちゃんと同時に出したのね。なので X も多分出る、こうなってくるとっていうところなので、おそらくそんな流れで来るんじゃないかなというふうに思うので、次は9月の3ヶ月後12月になんとみんなの大好きなラグナロクが出るんじゃないかなと。で次のラグナロクはギガラップがまずポイントとしては恐竜選挙で選ばれた恐竜なんだけど、もう出てんじゃん。だからまあギガラップは出るだろう。でケラトとかシュパクティヌスとかそういったアディションズ系も、まあ、また出るだろうと、センター同様で、まあ、パイロメインも出るだろうと火山に。でそうなってくると、もともといたそのギガラップの枠っていうのが一応空いているような形にはなるけど、まあ、ボブズテイルでの追加新恐竜コスモとか、あとはオアシサウルスみたいなのがまた出るのは多分確定なんだけど、追加恐竜の部分どうなるのかなみたいな、ファンタスティックテイムっていうことで、おそらく俺はそこで有料課金恐竜ファンタスティックテイムという形で、パイロメインがそのファンタスティックテイムシリーズなんですよ。なので、まあ、そのパイロメインは火のシャドウメインじゃん。もともとシャドウメインって水属性のライオンっていう形だから、今火属性のライオンじゃんっていうところは、まあいろいろ海外では予想されてるんだけど、そのギガラップが、まあ、恐竜選挙 の、 新恐竜枠として勝手にじゃないけど、そのなんていうの、いろんなものの代償として身代わりとしてアイランドにまず出されたっていうのがあるから、そこを埋めるために新恐竜がいつもより1匹少ないから、そこをファンタスティックテイムとか入れるのかなとは思ったりした。で、まあ、今回のパイロメインだと火 の、 シャドウメインだったら、じゃあなんかそのあれかな、逆にまた火のこれマナガルムとか出るんじゃねとか、まあ、なんかそういった形の、多分ファンタスティックテイムって実際の恐竜、まあ、スピノとかレックスとかじゃないやつら、シャドウメインとかメイウィングとか、あとはまあなんかいろいろいるじゃん、そういうグリフォンとか架空の生物系、それ系をなんか別バージョンで出すみたいな雰囲気だよねっていうのが結構みんなの共通認識にあるので、まあ、そういったのが来るかもしれないよねみたいなのも面白そうだよね。まあまた課金だけど、はいっていうところにはなってます。まあ別に全然俺は買うんですけどね、ワクワクしてっていう感じなので、一応現状としてはそんなね流れになってくるので、ラグナロクとあとはエクスティンクションが直近の2マップとして出てくるだろうという風な形にはなってきますねっていうね、そんな、まあ今の現状となってきておりますので、まあこんな感じかなと思いつつも、実は
まあ、ドリーがいやなんかエクスティンクションは別になんか当初の予定の10月に出すしとか、いやなんか当初の予定通りなんかあれだしラグナロクより先に X 出すしみたいなことをね公式ディスコで言ってるんですけど、まあ多分ドリーのやつは適当ななんか嘘ではない、まあ嘘ではあるんだけど、そのなんかなんていうの、体裁を保つための大人の嘘なんじゃないかなみたいなのがありますね。そのなんか一応建前上言わざる得ないので言っている嘘なんじゃないかなっていうふうに思ってます。ドリーが言ってるのはさすがにそこでなんか言えないのかもしれない。もともとそうやってなんていうの、一番最初に ASA がリリースするときにロードマップ出したじゃん。もうあそこからぐっちゃぐちゃになってるから、もうなんていうの、まあ、その頃からずっとプロジェクトマネージャーだからドリーは、まあ、そのやっぱりまあプライドとかももしかしたらあるのかもしれない。自分で敷いた計画を1ミリも遂行できなくてしまいには親会社にそれをバサー切られて3ヶ月ごとに出すわみたいなことをこの場で言われちゃったからっていうので、まあ、結構そこら辺が厳しい状況にはなっているよねっていうので、まあなんか厳しくて追い詰められてるけど、ドリー的には当初の計画からずれすぎてけど、なんかそのわかんない謎のプライドとかでなんか言うてるのかもしれないけど、まあさすがにそのなんていうかな、スネイルが言っていることとか、あとはそのボブズテイルに書いてあった、さっきもお見せしたさ、2025年第一四半期に出るよって書いてあったじゃん。あっちの方がさすがにさ筋が通ってるくない話としては。で今まで交互にストーリーカスタムって出してきたから、でちゃんとボブズテイルとマップは同時に出してます今まで。っていうか出さないと価値が減りますっていうのはみんな分かってるし、みんな懸念してるから、アベレーションの頃からっていうことは、じゃあ、まあ、理論的に状況証拠から考えると、まあ、状況証拠っていうか 7,8 割以上そのファクトのとこなんだけど、その事実から考えると、まあ、基本的には、まあ、やっぱり9月から考えて3ヶ月後の12月にまずはラグナルクが出て、そこからまた3ヶ月後の、まあ、3月ぐらいに、翌年の3月ぐらいにエクスティンクション出るくないっていう、そんな感じになってると思うので、まあ、多分この道筋が、まあ、それっぽいと思います。まあ、もちろんアークなんで全然延期するし、全然なんかずれるし、なんか変なの差し込んできたりするしと思うので、まあ、そんな感じかなというふうには思ってますね。という形で最後にこれを踏まえてまとめやっていきたいと思います。でまとめとしてはさ、その12月のラグナロクって実は俺結構ねいい時期だと思ってます。っていうのもまずやっぱクリスマス商戦とかがあって人がギュッと集まるタイミングだし、注目が浴びる時期っていうのもあるんだけど、いつものアークユーザーおなじみ恒例の11月はチャリティーイベントで24時間テレビみたいなのをするんですよ。どっか の24時間テレビと違って本当に募金するんだけど、着服がなくてなんだけど、でそのチャリティーイベントでツイッチで24時間生放送配信みたいなのをするんですよ。いろんなアーク開発に関わってる人が出てきて、でも今年はなんかセドリックが役職変わっちゃったからどうするんだろうね。まあセドリックね出てきてほしいけど、まあ、そんな感じなんですけど、まあそういったものがあって、そこでさ大体次の新マップについていろいろ情報をこの24時間の中で出して、でいろいろやるんですよっていうのがあるんで、結構ですねそこら辺もちょうどタイミング的にさ、ジェネシス2の前とかロストアイランドの前とかだっけ、なんかいろいろとりあえずさなんていうの、チャリティーイベントってそういういい感じのタイミングの時にあるんですよ。なのでそこを考えると結構さ、まあタイミング的に悪くないというか、むしろいいんじゃないかなとは思ったりもするし、そんな無理に2ヶ月とかで出さなくても、とりあえず一旦頑張って3ヶ月ちゃんと作ってちゃんと出してくれればいいかなって思ってる。やっぱりさアベレーションもだいぶさその致命的なバグがあったりしたじゃん、だいぶ最初の方とか。まあ今も結構いけてないバグとかねあるけど、まあ、メジャーバージョンアップデートが一応この動画を出している週にリリースは予定されてるけども、まあ、やっぱり未だにボスいけないとか、まあ、言ってもいいけどバグが多いとかで、あとは、まあね、プレステの人とかは最初の1週間とかめちゃくちゃラグきてカクついて遊べたもんじゃねえみたいな感じになったりしててっていうのもあるんですよ。なので、まあ、そういったところを含めると、まあ、ちゃんとまずスタートライン足並み揃えてしっかり出してくれるといいかなみたいな、まあ、バグはないっていうことはありえないと思うんだけど、どのゲームでも、まあ、なんだけどアークってさすがにちょっとバグがやばいの で ASA になって ASA 後期と比べると ASA の後半ねと比べると明らかになんか
リメイクして綺麗にする、作り直すって言ってたのに、明らかにバグが多いっていうか、その遊ぶ根本の部分がバグったりしてて結構やばいので、まあ、そこら辺考えると結構ちゃんと出してくれると、まあ、あのできる範囲で嬉しいなというふうには思ったりしております。はい、どこまでできるかわからんけどね、はい、本当にというところなんで、一応現状としましては、まあ、そんな形 の、 あの流れになってて、まあ、一応なんかドリーがちょいちょいなんか言うてますけど、ドリーのフェイクニュースじゃないかなみたいな、そのまあなんていうの、ドリーがあのいろいろあのなんかその現場責任者として持っているなんかプライドとなんかその立場の上で、こうなんかそういった発言をせざるを得なかったんじゃないのかなっていうところで、まあ現実路線で言うとスネイルが出しているまあ情報というかプレスと、あとはまああの普通に商品ページに書かれている内容、あのエクスティンクションのボブズテールねっていうのが、まあまあそっち方面になるんじゃねみたいな感じで、12月と3月にまああの新マップが出るんじゃないんですかねっていう、まあ何日か分かんないけどっていうところなんで、まあそこら辺でね、まああのいい感じでまたチャリティーイベントとかでラグナルクの情報とか出て、今回はアベレーション、なんかバジリスクさんとねカルキノスさんブリーディング解禁されたんで、グリフォンのブリーディング解禁いかがでしょうか。そろそろグリフォンさんも、ちょっとグリフォンさんねステータスがちょっとまあいろいろ弱体化もございまして、 ASE 初期の頃まあなかなかね、まあ弱くはないんですけど、もうちょっとこうもう一押しあればすごくね楽しくなると思うんで、ぜひ僕グリフォン好きなんで、あのやっていただけると嬉しいなという感じでね、ぜひ皆さんのご意見感想もお待ちしておりますという感じで、本日はこの辺にしておきたいと思います。でケイタルゲームではこんな感じで ASE の頃からアークの動画結構いろいろ作ってますんで、ぜひ皆さんチャンネル登録高評価で応援していただければ幸いです。で生放送もねライフワークっていう参加方もね結構数年やってるんで、自分でねあの非公式サーバー借りてやってるって感じで、なのでぜひ皆さんまたね次のいろんな生放送とか動画の機会でお会いしましょうっていう感じで、今日もご視聴ありがとうございました。それではまた次の場でバイバイ。ラグナロク出るよねちゃんと。